鮭とばやきのこなど道産食材がふんだんに使われた具沢山のおにぎり、その名もチェプオハウ風おにぎり。去年11月、道内の高校生や大学生らを対象に行われたおにぎりのアイデアコンテストで大賞に輝いた作品です。考案したのは志津内農業高校の2年生。生鮭ではなく鮭とばを使うことで食感が楽しめるよう工夫したり、アイヌ民族が食べてきたものにこだわって作ったといいます。オハウというアイヌ文化の、アイヌ民族の言葉が使われている通り、アイヌ文化に、興味を持っていただけたらな。北遊ラッキーでは今日から、いただきこっこちゃんでは来月1日から期間限定で販売される予定です。